おい。はい。よし。よし、じゃあ、あと1時間で終わらせますよ、私は。やる。お願いします。やる。ちょっと1時間のタイマーつけとこう。逆に？うん。逆に？いや、なんか、自分を焦らせていくスタイル。あ、これもうスタートしたんで。はい。あ、すいません。そうそうそう。よし。じゃあこっちがなんかね、逆にやられたよね。よし。おい。とっても楽しい。それ。そっち行っちゃった。うん。うん。慣れてしまう。急に意識しだす。急に。地味にね、ずっと回ってる。基本こっち使う予定だけどね、あの長い方は。怖いって。怖い怖い怖い。TikTok に出てきそう。確かに。TikTok やってるんだっけ？最近、割と最近。おじさんやろっかな、俺も。TikTok。TikTok。TikTok ね。何も負けてない。うんうん。ちょっと待って、短く。何人をすればいいの TikTok？ なんか、流行ってそうなやつを。やべえ、ざっくりきた。昔なんか、あれだよね、検索できたよね。検索っていうか、なんか、こういうのじゃなくて、ん？あの、ね、歌ってみたとか、ジャンル別のページあって。わかんない。昔。それがなくなったから見にくいんだよね。何再生いったらいいの？何再生でもあんまりよく分かってない。まだお前やってた YouTube のやつで結構いったの。え、それは回ってるの12万。うんうんうん、まあまあ回ってる回ってる。うん、12万10万いけばいいんだね。じゃあ、いや多分もうちょっと少なくても多分おすすめとかに乗るのかな。ゲームってどういうの？5万うん、3万これ全然難しいよね。俺も驚くか、わけわからんな。なんかこれ最近ある、ちょっとやってみたい。これエフェクト？うん、なんかでもこ
おー、すげー。え？え？ずっとこうやってやって、ずっと。かわいい。面白いし、うん、なるほどね。まあ何を投稿したらいいかわかんなかったけど、うまいこと載せるんだこれを、うんうん、どうやってやってるんだろうって。見えてるように見えてってことだよね。うん、ちょっと面白いけどおお、また戻ってる、また戻ってる。流行ってんの、こういうの。そうなのかな。こういうのは見てて気持ちいいけど。うん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 。今ライブ してたの。ライブしてる。ね。ライブってどう？あ、ちょこちょこっと。ポコちゃんがメインだから、あくまでポコちゃん。やって、まあそっちに来てくれたらいいなっていうでやってる。色がついてる。わー、誰？渡辺だ。誰だ、知らん人。お、うん、あ、なるほどね。ちょっと面白いな。角栓でしょ、これ。どこ？頭？ほっぺでしょ、ほっぺ。あ、ほっぺ？見る？うわぁ、これ見ない。でもちょっと気になっちゃうのはあるかもしれない。え？え？毛穴詰まってる。え？え？どういうこと？え？え？え？いやだよ、もう。え、出てこずにってこと？毛穴から出れずに。やばいよね。え、痛そう。確かにちょっと痛そう。あ、これ好き。馬の蹄変えるだけ。インターネル蹄変えるやつだけあげてる。あ、ここ見たことある。この、見て。こういうの見ちゃう。見たことある、馬のひずめ買うところ。本物？うん。あ、動画。これは何？爪じゃない？え？痛くないの？爪だから。爪切り。
綺麗になって、ね、大変だよこれ。そうね。誰と顔が決めて判断してるんだろう。わかんない。怖いよね、確かに。うん、逆にもっとかなり上までつながる。カードの制度がないから、うん、結構下に。そこも行く。でも痛くなさそうに普通にしてる。うん、痛くはないんだ。爪でしょうね。こんな粗いやつでやる？うん、チーズじゃん。ザーザーザー。まだ行くの？結構難しい。うん。あー、こういうのどうですか？爪切り配信。爪切り配信？私の？わ、私の？いや、する。違うよね。違いましたね。うん、でも喋れるようになりたいな、何にもなくても。やばい。やばい。今年何もしてない。やばいわ。確かに。10月か。ハロウィンは？ハロウィン配信？ハロウィンは、そう、配信。あの、コスプレ配信。うん、うん、うん。仮装か。何やるかこう集めるの。どうしようかな。まあハロ、まあこれにしようかなみたいなのもあって、あってそう。あとまあ十どうしようかな。他になんかちょっと他にもやるかどうしようかな。なるほどね。うん。あのコスプレで歌ったやつ。うんうん。昔コスプレやってたんだけどな、流行ってない頃なんかすごい大々的にいや、なってないと思う。え、本格的な本格的な、うん、あるよ、多分探せない。昔のそう、若かりし10年前とかのレベル。いや、結構前だ。はい、でも多分、うん、なんか本当に最近だよ。うん、想像と違った。想像と違った。想像と違った。これ、これ次の。どっち？想像と違ったぞ。もっとなんかドラゴンボールのナメック星人とか。あー、そっちね。そういうのから。全然違った。全然違った。
初音ミクとは思わないよ、ね、あとあれシェリーもう一個マクロスマクロスのそうマクロスあこれがシェリルかこれシェリルやばねいいなでも本当にねがっつりなんつうの道にさ仮装してる人が全然いない状態クラブ行くとちょっとだけいるみたいなぐらいの時だったからめちゃくちゃ目立って気持ちよかったそう今ね結構でもどうなんだろうコロナでちょっとあれでも去年やばかったんだよ去年意外といたんだよ、うん、意外と、うん意外とサイレントレイタイうんうん家でやった方がいいよね今のおなんかでも前配信で去年か、うん、去年はハロウィンもクリスマスの配信に繋がることをしてて、うん、家で一人であのサンタの格好してはいはいはいあのクリスマスはあのデリバリーを頼んでて一人であの一人でサンタの格好してなんかあの受け取そうだから受け取ってるのでも一人なんだよなみたいなのがでも受け取る時は見えないからねそうそう部屋の中も全部別に見えないからあれだけどでもなんかあのあ多分なんかすごいなんか充実してしたクリスマスを過ごしてるみたいなのでなんかパーティーやってるんだなみたいなでも一人で。ある意味でも中にはいるわけです。あ、そう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 。もうたくさんのたくさんた、うん、たす、うん、たくさん来てくれてたはず。はずね。うん。あ、そっかそっか。ちょうど動き始めたぐらいですか。ちょっと丸い。あ、そう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 。ちょうど12月が周年、うん、あのポコチャを去年の12月が1周年だったから、はいはいはい、で結構12月は結構なんか1ヶ月割と頑張ってはいたかなっていう月かな。そりゃみんな多分チキン持って見てたよ。そう、チキンと何なんかピザのピザボール。ピザボールを頼む。でもなんかさ一人でやるにしてもさこういうの頼みたくない。あそうなんかそうあのちょっとやっぱなんかどうせやるんだったらちょっとパーティーなんかそうパーティーっぽい感じのやつでも全然食べれなかった。全然食べれなかった1個ずつ冷凍してちょっとずつ食べれる全然食べれなかったそうケンタッキーとかマジで、うん、ハンバーガー好きなんだけどケンタッキーあれいっぱい食べれるのにあのチキン全然食べれないしかも油もあるし、うん、1本ぐらいでもういいやってな、うん、1本、うん、チキンでもまあ美味しいけど、うん、美味しいけど、うん、なんかちょうど買ってピザボールみたいなのと別で、うん、ピザボールと唐揚げとポテトとかだったかな、はい、確かで唐揚げがもうまずでかい、うん、まずこんな大きさの唐揚げでポテトもなんかもうこんなでかい、あ、太いよね、もうでかいポテトとでかいやつで、もうそれだけで十分だったけどさらにピザボールもあって全然食べれなかった。あとケーキもだ。ああ、クリスマスケーキね。そう、ケーキも買って。最近さ、ちっちゃいケーキ出てきたけど、うんうん、昔でかいのしかなかったから、すごい大変だった覚えがある。なんかこう、これで一人で食べるのもちょっと、ね、なんかな、みたいな。味気ない。でなんか配信の時に確か去年、うん、あのこのちょっともうちっちゃいやつになってるやつを買って食べようとして、うんもうあのセットして、うん、よしもうこれでもうここで全部済むぞって思ってたら、はいはいはい、ケーキのスプーンを用意するの忘れてて、はい、え
配信でそれこうやって食ったの。確かクリスマスだったか、でも誕生日だったかもね。どっちかでケーキのスプーンを用意するの忘れてて、どうしようって別に取りに行けばよかったんだけど、なんかちょっといろいろなんかあのちょっと抜けるのがちょっと大変だなってなって、こうガブッと行った。まあ味は変わんないからね。でもちょっと面白い。意外とワイルドなんだねみたいな。ケーキ添えて食べるんだみたいな。いやーホールでやってほしかったなそれ、このぐらいの。顔面ケーキ一人で。すごいな。やってた。いやさすがにやったことないなそれ。でもなんかそのコスプレでもこれは夏かな、なんかそのなんか結構。うん、まあ、コスプレしてあ家にご飯がないとか、はいはい、飲み物が切れちゃったとか、うん、時にこの格好でどうやってコンビニに行こうみたいな。確かに着替えるのもあれだしね。どうしようみたいな、もうどうしようって思って、うん、一回巫女の格好で上着だけ羽織って、うん、もうコンビニに下袴みたいな、もう巫女で多分コンビニの人も迷っただろうね、その多分神社の人かなぐらいのとか、あとなんかコスプレをやる予告を配信の中でしてて、うん、付箋をまあ、よくそう使うから、もう入ってきた人がもう枠に入ってきてすぐに、あコスプレやるんだって分かってくれたらいいなと思って、ここに付箋を貼ってて、何時から制服コスですみたいな、何時から制服コスですって言ってここに貼ってこうやって喋ってて、でその前にで一回配信終わって、あその前にコンビニ行かなきゃって言って靴何時から制服コスしますコンビニ行っても、あそうなんですねそのまま行って家帰ってきて、うん、ふっみたいな。それはね天才だよ。ついてるみたいな。それすごいわ。やっちゃったみたいな、恥ずかしいと思って。なんかね、うん、すっごい予告してる。足りないもの確かめてほしいのかなって感じだ。リットンとかいりますみたいな。制服コスします。すごい。めっちゃ。制服じゃないんでしょ。うん。そこがまたなんかポイントよ、ね、あ、完全な予告なんだ。そう、完全に予告をコンビニにしに行っちゃった。そうとか、なんかそう配信の時は、うん、自分の顔が見えてるから、うん、あれだけど切っちゃうともう見えないし、もうとりあえず急いでこの空いてる、うん、まあ、1時間とかの休憩とかで、うん、その後でやろうと思ってたから、うん、その短い時間でもうすぐに、はいはいはい、もうコンビニすぐに行って戻ってきたいっていう時で、もうそのまま気づかずに、で配信前にちょっと髪整えようと思ってこいつだった。あれ？あ配信前からつけたの？はい、配信中。あ一回切った。そう一回切って、そう一回切って。インターバルで行く。そう、その次の配信までの間で予告して。死にちゃった。あ、じゃあね、6時間とかさ、ぶっ続けじゃないんだ。あ、ぶっ続けの時もある。え、ぶっ続けの時もある。ぶっ続けの時も。まあ、その時に切れたら、まあ、セーフだったね。あ、そう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 。そのまま聞くことに言ってたら、ちょっと恥ずかしい。それはそう。それはそう。あ、この子。うん、まあ、だし、多分ね、狙ってやってると思うんだよ。忘れるとは思わんよ、ここに、うん、誰にも隠しに行ったの、うん、難しい、うん、なんか、だいたいそれ系とかで言うと、まあ、俺とかその仕事行くときに朝急ぎすぎて風呂入って、うん、また寝巻き着て行っちゃいそうになったことはあるけどなんか かわいいもんじゃん、そんな、うんうん、気づくし、あ 服だと、ね、そうここ気づかない、うん、そう鏡見ないと気づかない。すごいよ。別に鏡もコンビニ行くのに鏡もわざわざもう見てなくて、もう配信してたし、別に多分そんな
まあ変な格好ではない。そうそう、変な格好ではない、うん、まあ一個ポイントがあったね、うん、ここだけ、うん、画面の中でだったら許されることがあったね。ここだけちょっとこのまま言ってきてしまった。それ以降はやってない。だから一回この辺につけたまま出かけそうになったことはあったかな、うん、確か。ここだったらまだキャンペーンガールっぽい。そう、まだ、あとここ確か、あ、うん、あって気づけた、はいはいはい、記憶が確か、うん、ここは結構、しかも気づくしな。でも気づかなあ、でも見えないのか、ここだと。全く気づかない。ここさ、ひらひらしてる。もうしっかりくっついて、しっかりくっついてて、ちょっと、全然、全然ダメ。やっぱさすが配信してるとそういうエピソード出てくる、ね、そう、多分いろ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 もう多分忘れてるだけで、うん、あーって多分、はいはい、なんか多分あったなーって多分。配信切り忘れてとかはない。切り忘れてっていう夢なら何度も見たことがある夢の中でずっとめちゃくちゃ危機感持ってる配信切り忘れてなんかそのまま寝ちゃってみたいな、うん、そのまま寝ちゃってしかも椅子にこうやって座ったまま寝て、うん、えっみたいな、え3時間経ってるみたいな、うん、でみんな普通にコメントを、はいはいはい、が動いててえみんなずっと起きてたのみたいな別になんかいいっちゃいいけどちょっと恥ずかしいよねそうっていうあのなんか夢をいっぱいなんか結構そうなんかあの配信を、うん切ったと思ったら切ってなかった、うん、あとなんかあの切らなきゃいけない、うん、からなんか結構急ぎ目で終わったのに、はいはい、な謎にもう一回つけてる夢とか。あなるほど。なんか急いで終わったからちゃんと挨拶できなかったなっていう多分気持ちとかもあってあもう一回つけてあれなんで急いでたんだっけみたいな、うん、それでも夢でしょ。そうっていう夢をめちゃくちゃ見て、いつもなんかあのこうやってなんか本当に声で手振って、うん、起きる時がある。あこうやって？あれ？それも天才だよそれは。とか、うん、あとなんかあの寝起きで、うん、あのあスマホみたいな、うん、で配信って言って手をこうやってやってあれ動かないよ。出してるね。ずっとおとぼけさん出しちゃったね。ずっとこうやってあれ時間がわからないみたいな。なるほどね。あ手だったみたいなのをよく寝起きでよくやってる。すごいな。うん、なんかさその視聴者さんいるからさわ、うん、かるやん。あ人来てるか来てないかわかるじゃん。前やってた時いなかった時代が長かったんだけどわ、うん、かんないじゃんコメント来なくても。うんなんかさ、ニコニコって仕様で配信ツールのスタートをして、うん、ニコニコ側でもスタートをしないといけない。おだから2つスタートがある、うんうん、だから切るときも同じなの、うん、どっちも切らないといけない。あなるほど。まあ、でもそれどっちか切っとけばカメラの映像はいかないから真っ黒の画面が続くって感じなんだけど、それでさこっちの元のやつだけ配信スタートをしてこっち押してないとニコニコ始まんないじゃん、うん、始まってない状態で始まってると思い込んでずっと喋ってて、で誰もコメント来ないから、まあ、いつものことだけど一人も来ないとおかしいなみたいな。でパッて見たら15分ぐらい経って配信スタートしてるのはきつい。だからこれ恥ずかしい失敗じゃないけど、うん、めっちゃなんかまた同じこと喋るとみたいな、うん、で今はな自分しかわからない。そうでしかもそっからさいっぱいじゃいつも来てくれる人いるのかって言ったらいないから、うんうん、急に来た人にそんなこと喋ったの、うん、面白くないし、うんうん、なんかすごい後々話したの昔の昔あっと出たすやつ。こういうのも辛いけど確かに切り忘れとかね危機感あるよね。そう、まあ、そあんまりないけど、まあ、やっぱりなんかそのそういうのなんか一回実際に見たことがあって切り忘れてる人。おお事故じゃん。もう
なんかあのポケットに入れてて、はいはいはい、会話はもう、もう切ったと思ってポケットに入れてて、なんか映画見に行ってて、はいはいはい、で確かなんかその、まあ、映画を流してることになっちゃうから、うん、そっか、なんかあのその場にいたリスナーさんたちがみんな焦ってて、うん、やばいやばいや、うん、気づいてない本人みたいな感じでなってるのを見たことがあって、うん、本当にあるんだみたいな怖いと思って。確かになんか別にさ、行動的にはさ、そんなまあ見られたってってことのが多いと思うけど、うんうん、確かにそっちのが怖いよ、うん、え、そう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 、なんかもう規約違反だよ、うんうん、そうそうそう、で、まあ、そうなるとまあ、規約違反とか、まあ、例えば、うん、まあ、寝落ちとかは、うん、あの、まあ、バン対象とかになっちゃうから、あ、寝配信ダメなんだ。そう、あの、まあ、バンとかになると、うん、やっぱりあのもうログインっていうか、なんかそのもうポコチャ自体が、うん、まあ、まず配信もできないとかになっちゃったりとか、うん、まあ、それで、まあ、ランクが下がる可能性もあるし、まあ、みんなにアナウンスすらできなかったりとか、うん、あとはなんかよくあるのが、まあ、例えばそういうなんか規約違反をすると、うん、なんか1ヶ月間広告系のイベントに出れないとか、禁止だみたいなのとか、うん、配信はまあできるけど、まあ、なんか特定のイベント、こういう系のイベントには出れませんよとか、うん、なんかそういうのが出てきちゃうから、うん、まあ、ちょっとしたミスで結構そういうことになっちゃうんだったら、やっぱしっかりちょっと確かにね気をつけないとなと思って。確か、うん、怖い。配信切り忘れとその気持ち、うん、あんまり配信をしてて眠くなることってない。ない、ね、ない。もう本当に眠くなったら、あ、疲れてるんだなってなるけど、多分配信中に。あ、ちょっと眠気感じたかもって思ったの1回ある、あった、1回かな、うん、1回ある、あ、初めて眠気ちょっと感じたかもって思った瞬間が1回だけあっただけ。俺寝たことある、うん、そういえば寝ちゃった、あのポケモンソードシールドが発売された時に、うん、その時やってる YouTube チャンネルで相方がいたんだけど、うん、2人でクリアするまで配信みたいな、うん、その発売って大体さ12時ができるじゃん、うんうんうん、なんだけど、あのその前日がなんかの大会の打ち上げとかで、うん、朝まで飲んでたのね。で、その日ちょっと仕事しなきゃいけなくて、うん、でもあんま寝れないじゃん、うん、もうハイになってるから、うん、でそのまま配信しちゃって、いやー、それはちょっと確かに、それでもうこの状態でみたいな途中のストーリー覚えてない。あー、それは確かにちょっときつい。そう、そんなことはそれぐらいだね。あ、クリアする前に配信できるのはおかしい。結構やっぱ終わりが見えない、うん、そういうのはあったけど、まあ、確かに普通に配信してる時に寝るのはない、うん、まあでもイベントの時とか頑張るは、なんかそのイベント期間中、何日間とかは結構やっぱもうできる限り配信をつける。はいはいはい、まあ、みんなも応援したいよ。そうそう、しやっぱり配信をつけることでそのイベントのポイントが、うん、まあ、1ポイントでもプラスになるんだったら、うん、まあ配信をつけてなかったら実際に動かないポイントだから、まあ、1ポイントでも動くんだったらと思って、はいはい、やっぱちょっとでも長くつけてって思ってつけて、結構やっぱイベントの期間中は長時間やったりするから、なんかそのもう一番大事な最終日とかにもうあのなかなか起きれない。あ、限界までね、うん、でも今日一日頑張ったら寝れるみたいな、もう寝るのは明日に取っておきたいのに、もう結構体に限界が来てるみたいな、体が言うことを聞いてくれないみたいなのは結構酷だな。イベント。イベントやっぱ結構。それでみんな戦ってるからみんなそういう感じってことでしょ。まあ、まあ、うん、人によるとは思うけど、うん、でもやっぱ。
っぱりみんな配信してる時間帯も違うし、配信スタイルも違うし、やっぱり配信そのイベントに出てる参加者が全員今誰も配信してないっていうタイミングって結構珍しい。やっぱりどの時間帯かで誰かしらがやってたりとかするから、やっぱその間にどんどんポイントはつけられていくから、もうできる限りそれも結構頻繁にあるイベントって。いやでもそんな、あ、そうなんやろね。うん、まあ頻繁に出てる人もいるけど、あ、そうか、うん、そう、選べるんだ。そう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 、そういう人もいる。まあ、イベントに出てることで、なんだろう、その日々のそのフィールドの動画とか、まあそういうそれのために出る人たちもいれば、まあ今月は頑張るっていうので、まあ今月はいっぱいいろんなイベントに出るとか、まあ多分いろんなスタイルでやってる人がいるかなとは。あとは本当にもうこのイベント出たいっていうのが続いちゃったとかも多分純粋にあると思うし、じゃあなんかその トップオブトップみたいな人が不動の1位みたいな。不動の1位はなかなかいないかもしれない。多分不動の、まあでも常に上位にいる人たちはいる。あ、常に上位に居続けるのもかなりすごいけど、ね、うん、やっぱり1位もなかなかやっぱり取りたいと思っても、もうその取りたいと思ったからって取れるものではないから、しやっぱりあのそれだけの応援が必要になるから、それを毎月リスナーさんがやるとなると、やっぱりかなり過酷な。常に上位もすごいですね。この人常に上位もちょっとびっくりするよ、ね、なんか配信時間も多いだろうし、起きてる時間全部配信してますみたいな。あ、でもたまにやっぱあのいるいるいる、もう本当にずっと配信してる。なんかあのライブ、なんかあの直接あのなんだろう、はい、話したわけではなく、はい、その他の枠で話してるのを、まあ、リスナーとして見てたっていう、はい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 、コメントとかで見てて、うん、そのイベントの期間中にもうとにかく配信をずっともう寝る以外つけてたって言って、うん、でそれで結局イベント最終日に配信中に鼻血が出てそのまま倒れちゃって救急車運ばれたって言ってる人がいてマジかって思って、やばすぎる。そう、もう過労で鼻血が鼻るんだ。もう鼻血出てそのまま倒れて救急車で病院でイベント最終日してました。ああ、今配信できないもんね。そう、もう配信もできなくてイベント最終日にあのまあその超えなきゃいけないボーダーがあって、うん、なんかそのマイナスプラスマイナス0プラス1プラス2っていうボーダーラインがあって、あのまあ大体イベント最終日ってやっぱりイベント最終日だから結構あの追い上げがあって、まあプラスの方にやっぱりあの行くことが多いけど、もう倒れちゃって病院行っちゃったからイベント最終日にマイナスだったみたいな。イベント最終日のマイナスはすごすぎると、ひどすぎると思って、もうあのもう状況が、そうそうそう、それだけ寝る時間以外やっててイベントの最終日でそうなっちゃう。寝ずにまでは行ってない。あ、そう、寝てはいたみたいだけど、それでも可能になっちゃう。そう、聞いたこと見られてたのね。まあ、あとはプレッシャーとか、まあ、ストレスもあったのかもしれない。戦うっていう戦いすぎやと、それはやっぱり、まあでもね、
死なないでよかったもん。いやー本当にびっ、本当そんなことあるんだと思って、そう。なんかネトゲとかでもさ、ハマりすぎて食べたって死んじゃったみたいな話とかあるでしょ。そこまでじゃなくてよかった。うんうん。でもちゃんとやっぱご飯は食べて、睡眠はある程度取らないと、結局まあ最終的に一番戦うべき日に戦えなくなっちゃうってなっちゃうと、やっぱり私も前やってた時に、前の時にイベント最終日でもうどうしても朝起きれなくて、なんかもう結構すぐに起きて寝たいと思ってたけど、その前日が朝の6時くらいまでやってて、お昼から配信つけたいなって思ってたけど、結局ちょっと予定より遅れちゃってみたいな感じだったから、やっぱりちゃんとどうやって自分の疲れを取りながら、はいはいはい、取りながら、ちゃんと睡眠を取りながら、意味がありすぎたんだね、その時はダメだもん。だからやっぱ、強い人たちだよね。そのコメント上でその本人が話したのを見ただけだから、ちゃんと状況を知らないからあれだけど、あるのか本当にと思って、ね、そんなことが気をつけないと、まあ多分水田さんも言ってくれると思うけど、結構そう、もう本当になんかもう安なんか結構やっぱしすごく心配してあったかい言葉をくださる方が多いから、うん、確かになんかユーザーそう良さそう、なんか、うん、イメージだけど、ポコちゃんとかポコちゃんは結構いいと思う、大人が多そうですか、大人、あ、そうなのかもしれない、うん、がいない、うんうん、あとはなんだろう、もともとが日本の、うん、あの会社で作られてるから、やっぱなんかそういうなんだろう、違う国ので作られたアプリで、うん、あの日本でやってるっていうわけではないから、うん、なんか結構なんかあの いろんな国の人が来るとか、はいはい、全然言葉が通じないみたいなのがあんまりない、うん、あ、じゃあ、うん、でも海外の方もいる、あの海外は海外版みたいなのが別であって、なるほど、ね、そう、そっちに多分で、まあたまーにいるんですけど、たまーにそこまで、なんだろう、あとはなんかそのもう全く日本語わからないっていう感じの方にはあったことないかな、うん、まあだったらやりやすいっていうか、うんうんうん、わかんないもんね、そう、会話がどうしたらいいのかちょっと頑張って話すけど、うん、ちゃんとスッピークイングリッシュみたいな、それは言えるでしょ、別にそれは流暢に言えるでしょ、別にそこはその片言じゃないよ、 No Yes OK とかしかも、でも嬉しいだろうね、海外の方からしたらね、うん、うん、そう、なるほど、僕配信してるんで配信続けていく上でアドバイス、まあ、今全然始めたて、何だろう、まあ、自分がまず楽しく過ごせるような環境かな、はい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 、でその上であのリスナーさんにも楽しんでもらって、うん、がやっぱり自分が無理してると、そうだよ、うん、嫌なことやってたりね、うん、かあとそのすごく配信始めた最初の方でよく言ってもらってたのが、そのミミちゃんはとにかく楽しく配信することだけを考えて、うん、あの配信してって言ってくださる方がいて、優しい、そうで、その毎日その、まあ、ボーダーがあって、うん、そのあのそれを
まああのまあ、簡単に言うとプラスを取ればランクが上がっていくし、マイナスを取ると下がっていく。だから、まあ、プラスマイナスゼロだと変わらない、変動なし。でとりあえずいつもこそのマイナスは取らないようにしておけば、うん、まあ、ランクは下がることになる、はいはい、だけどここをいつも超えるのにやっぱり結構大変、うん、どうしようってなっちゃって、そのやっぱどうしようどうしようってなって、あの配信するよりもあの楽しく配信してるしててほしいからって。優しい。そう、もう本当にちょっと泣けるそうで、やっぱりなんかあのどうしようってなる時もあったけど、うん、もう言わないように、なるべく、はいはいはい、なるべく言わないようにそこからだんだんなってって、うん、って感じかな。だからもうとにかく自分が楽しく、その上であの楽しんでもらって、まあ、それでマイナスだったらもうしょうがない、うん、しょうがないし、もうどうしようもできない。確かに。し自分はそのもう、まあ、締めの時間があって、うん、何時までに超えてないと、うん、もう確定しちゃうみたいな、うん、その時間があって、そこまでにできることってやっぱ自分が配信をつけて楽しませることしかできないから、やっぱり自分が慌てふためいてるところだけをひたすら見せていたところでそう、そのボーダーを超えれることでもない、うん、だったら楽しく過ごしてた方が、楽しく過ごして超えれなかったらもう仕方がないし、楽しませることしかまあできない、はいはいはい、言っちゃえばすごい。まあまあ、だったら、まあ、楽しみ、まあ、自分も楽しみながら、うん、楽しんでもらった上でもう越せなかったらもうそれはもうしょうがないや、うん、しょうがないし受け止めるしかないかなって。そう、いやその人よくあったんだよ。いやもう本当にめちゃくちゃ支えられます。今でも今も今そう今もうあの応援してください。すごい。ぜひ何か表彰してあげたい。本当に今世界2位ですからね。ある一部ではある一部ではね。そのひまわりのやつ、ひまわりのあれはすごい。いや本当にそう、あの締めてビールを繰り返していたミミちゃんがその方にはぜひね、わしが育てたって言ってほしい。むしろそこまでいった。本当にそうですよ。もう、うん、まあ、土台を作ってくれた人ですね、うん、やっぱ一緒に。そうだよね、うん、一緒に土台を作ってくれて。そんなにずっと見てられないもんね、多分。やっぱさ、ね、今の人、まあ、ひたきさんとか、うんうん、ああいう大物さ、ずっと見て何年も見てるさ、うんうん、ちょっとこう、地上を離れるみたいな、みたいな、うん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 、本当に家庭で、うん、そうそう、俺ずっと見るっていう。そうで、しかも特別その時歌も歌えてなかったし、まあ、すぐ体調崩すし、うん、すぐ配信するって言ったのに体調がって言って休んじゃうし、まあ、しょうがないんだけどね。そう、そういう人が来るっていうのは、まあ、運だし人柄だし、それは掴んでるんだろうね。本当にやっぱりタイミングとかもあるし、今今日つけてなかったら出なかったかもしれないとか、そう、うん、そう思うとまたね、また今やんなきゃとかが出てきそうだけど、そう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 、うん、でまたいい人の周りに人が集まって、あ、そう、もう本当になんかあのみんなが一緒にあの温かい空間を一緒にやっぱ心がけてくださってるから、うん、まあ、やっぱりそれが合わない人は、うん、まあしょうがない、まあ、そういうし、やっぱあのもうあのノリだけが全てみたいな、うん、もう常に騒いでたいっていうのだとやっぱちょっと
多分合わなかったりとか、まあ、常に騒いでるようなタイミングもあったりするけど、基本的には結構なんか、ね、温かくっていう感じでいるから、はいはい、うん、やっぱりそこに合うなって心地いいなって思ってくださる方が、集まってくださってるから、やっぱ温かい空間が広がっているなって、うん、これやりやすいし、うんうん、なるほどね。いや、いい話ですよ、それは。それなんでこの最後の方に持ってきちゃったの。もうちょっと前に聞いてて盛り上がってる。いや、でも聞きたいんじゃない、こういう話って。ライブ始めたい子とかさ、あいるじゃん、いっぱい、うん、多分、うんうんうん、でもそういう子でもちょっとさ、そういうぬんちゃんの話とか聞くと、そのじゃあその最初にちょっとも頑張って、その一人の人とかが、うん、自分に会う人とか来てくれたらそうなる可能性だってあるんだっていう、うんうんうん、ことが聞けるだけでもいっぱい。でも結構なんかその初めたてのライバーさんとか、結構ライバーさんも来てくれたり、あ、なるほど、先輩みたいな、そういう感じかもしれない。なんか普通に遊びに来てくださったりとか、この配信始めたてで、はい、来てくれる人とかもちょこちょこやっぱ。うん、他の人の初めて、ね、勉強した方がいい、うん、私はやっぱ結構いろんな人のところ見に行って勉強してたから、うん、ちゃんと挨拶とかするの。挨拶してそこまで行ってない。ああ、でも最近そのまだ始めたばっかでとか来る。うん、でもそこまでなんか相談をしすぎて、なんかなんか自分中心の話ばっかり、まあ、ならないように、あちょっと様子見ながら。そうだよね、うん、もし話を振ってくれたら、うん、でもそこで答えすぎちゃったらね、なんか面談してるみたいな。あ、そう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 、俺らはみたいな、そう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 なっていっちゃうから、うん、確かに、まあ、自分が枠にD 帯とか、うん、そういうランクにいた時もちょっと気をつけてたし、うん、今やってても、うん、まあ、ちょっとやっぱ気にするかな、はいはい、なんか YouTube の動画とかでそういうのあったら見そうだよね。わかんない YouTube… その YouTube で、うん、確かにトップライバーが、でも確かに実際だ探してみたりしてたから、うん、需要ありそうだね。なんかさっきさ、うん、ちょっと動画もね、うんうん、何かきっかけあったらやろうかなみたいな話してたから、うんうん、今話聞いてたやつをなんかちゃんとさ、もうちょっとこう自分で整理して、うんうん、動画にしたの。しこちゃんの、しこちゃん、ライバー始めたて。何編みたいな。うんうん、初心者編。中級者編。うん、で、私の辿った道みたいなのあってもいいし、うん、私はこうだったよ。うんうんうん、そういうのファンが見ても面白いと思うんだけど。あ、確かにそれは、うんうん、え、俺この時期からいましたはい、俺ここです。でもなんかそのやっぱ自分の知らない時を、うん、知れて嬉しいって言ってくれるのも嬉しい、やっぱり、うんうん、なんか本当に最初から入れたんだって思う時も嬉しい。うん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 、うん、結構やっぱなんか出会った時のこととか結構やっぱ濃い人とかも特に覚えてるから懐かしいな、人で知り合いになったのかとか、うんうんうん、お誕生日2回目だとか、そうやっぱ嬉しい、うん、2回目は確かに、うん、前から見せるから2回行ってるわけだ、うんうんうん、いきなり来ない、うん、あとは出会った日が誕生日だった。ああ、盛り上がってる配信結構来てくれたとか、そう、誕生日、そう、ちょうど偶然なのか、そのちょうどお誕生日の日に会えて、お誕生日お祝いしてて
そこから来てくれる。お誕生日リスナーもうすごくなんかもうやっぱでもお誕生日2回も嬉しい、うん、やっぱねなんかそれだけ長くな、うん、聞いてくれたりしてるってことだし。いやそう、うん、長いの嬉しい、うん、皆さん聞いてました、長いの嬉しいっすよそりゃ長く、うん、応援してくださったら嬉しいし、応援してもらえるようにいないと、うん、頑張るって言い方が正しいのかわかんないけどまあ日々精進してまいります急に今まですごいさキリッとした先輩ライバーみたいな感じ精進してまいりますゆる急な色咲きましたありがとうございます。日々精進して行きますあでもどんどんねパイも増えてくだろうからね、うんうんうん、でもやっぱりなんかそのだんだん知ってくれてる人が増えてきてるのがやっぱあのすごく感じてて、そう、あミミさんみたいな、うん、他のところのあのまあ、あのライバーさんのところに遊びに行った時にミミさんってミミさんとかあの言ってもらえたりとか、なんかその行った時にミミさん来てくれたのとか、あやってる人なんだね、そう知ってくれてるんだみたいな、結構あとリスナーさんからもあのこのあのタロットに行った時にあのミミちゃんのこと知ってたりとか、やっぱ結構あの見てる人はいるんだなって、いるでしょう、うん、知ってもらえてるんだなって嬉しいですね。すごいポコちゃんもねダウンロード数いったら何百万とかでしょ、うん、こうどんなん、どうなんだろう、結構あると思うからわかんないけど、ポコちゃんでも何人いるんだろう、ポコちゃんライバース、ライブ配信アプリのユーザー数を徹底調査、すげえ、ライブトレンドでポコちゃん1位だ。え、そうなんだ。そう、ダウンロード数。ダウンロード数じゃない？一番出てるの。50万。おー、50万。うん、1位。もう、ユーザー数、あったユーザー数急上昇中のユーザー数ユーザーちょっと一旦まあ聞いてみましたけど、はい、ユーザー数急上昇のラッパー表示した急上昇ユーザー数急上昇の海外の方言えない。ユーザー数急上昇の、はい、はい、まあまあいいでしょう。ライブ配信アプリトップ10、1位ポコちゃんってなってる。ね、すごいね。うんうん。やだらしてるよ。ポコちゃん作ってるでしょ。あ、そっか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 、その多分それでも何十人かいるわけじゃん、うんうん、まあ DNA って渋谷に本社があるんで、うんうんうん、渋谷に何十人知ってる人がいるってすごいと思う、そう思うと確かに単純計算です、すごい、だからいやさすがです、ちょっともっとしっかりと誰が見てもあミミさんね、あやっぱ言ってもらえたら、さすがに歩いてて声かけられたりはない、ないか、うん、そうなると逆に大変そうだよね、
じゃあ誰か、私名前とかしか分からないから、あんまり顔で、顔はだって分からないから、うん、でも見られてる可能性はなくはない。顔出ししてる、あの私は顔出ししてるけど、みんなは顔、ああ、そうだそうだ、うん、そう、だからなんか私から見つけることは、あ、違う違う、逆に逆に声かけられない、あ、声はかけられないけど、もしかしたらどっかで見られてる可能性はあるのかな。だからこの前あの、あのその新宿のガイドビデオの時とかも、あのライバー10人で歌ってたから、うん、私がもう知らない、全く知らない別のライバーさんのリスナーさんとかもいる可能性があるなと思って、うん、そう、ちょっと1時間経っちゃった、どうでしょうか、延長します、あ15分延長します、大丈夫、今な20、おお、まあ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 、うんうん、ちょっと10分、うん、そう、しかもその日、うん、あの日が一番そう思ったタイミングかな。でも一旦声はかけ、うんうん、声は全然かけられない。めちゃめちゃ知ってる人が増えるってことは、声かける人も増えてきちゃうから大変そうだよね、うん、そうなったらなんか、うん、テレビとかに出ているわけでもなく、うん、誰もか知るみたいなのでもない、ここまでいかないだろうなと今今の段階で、まあ、いろいろ他にね、いろいろ増やしてみたい、そう、なんかまあいろいろと、まあ、まあ例えば TikTok とか YouTube とか、うん、まあ、そういうのでどん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 派生して、うん、知ってくれてる人がどん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 増えてってくれたら、うん、まあ、可能性はあるのかなとは、うん、うん、そしたらもう僕言うんで、あ、本当に手伝いましたね、ちょっと手伝いましたちょっとね、あ、見る動画っあ、僕じゃなかったもここで、あ、ここで、あ、見れますね詳しく話してもわしが育てたよりうざいだいぶうざい完全マウント取ってるの、あ、お知り合いですけど。一回動画撮っただけや。あのなんかあの知り合い、知り合いの知り合いが有名人になったらなんか知り合い来るみたいな、あのそんな感じに近いよ。近い。ギリね、一緒に動画撮ったから。ギリ、うん、ギリ大丈夫。ちゃんとあの関わってる。関わってる。完全に関わってない人が出会ったりとか。あるよ。うん、親戚とか親戚で見る。嬉しいとかある。いないけど、友達の友達の彼女の友達とかなんかもうそれは他人です友達の友達の親友っぽいとか、あれ何だったかな、友達のお姉ちゃんの彼氏かなんかが芸能人だったね、だからそういうのはあった、うん、確かに、でもそういうレベルでしょ、それでどうやるんでしょ、うん、そう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 、すごく、ね、ギリ連絡先知っててほしいよ、どうやるんだせめてせめて、うん、仲良くなってもいいから、うん、でもこの人確か会ってない付き合わなくていいんじゃないか確かに別に会いたくはないんだよね、いや、なんか今あったら面白いんだよ、撮っちゃう、え、どんなその友達まずどんな感じ、うんうん、その友達とも別にそこまで仲良くない可能性も、うん、本当になんか同級生、あんまり喋ったことない同級生を友達って言ってるかもしれない、はいはいはい、あとなんか同級生増えるし、俺同級生だったやつですよ、うん、そう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 知ら
らないけどみたいな。めっちゃおもろいよなあの話、うん、だって同級生だったから何、うん、って話じゃん。そこを持ってもさ、うん、すごい。こっから有名にどんどんなってたら増えるよ。同級生、あ、同級生が増える、うん、おお。すごい、多分1000人ぐらい同級生最終お互い一体どこに通ってたの一クラス何百人規模わからない。えすごいな、1000人の同級生やばいの。すごいよね、うん、結構大きい学校に、うん、でもなんかいそうじゃん、山田孝之とかそんぐらい言われてそうじゃん。言われてそう。いや、もっと言いやすいか、あの、はじめ社長とか言いやすそう。ああ、出てるか、高校とかが。あ、そうか、なんかそういう、なんかちょっと、なんかあの、まあ、なんかそこまで、なんかあの、調べられなさそうな人とかちょっと、うん、言いやすいよね。うん、危な、そうだよね、危ない、うん。だからライバーの方々とかは、調べづらいだろうかな。調べづらいはずなんだけど、うんうん、特定ですよ。怖っ、ダメだよ特定は。本当に特定いろんな、ね、ダメ絶対、うん、ダメですから、ね、うん、引っ越しとかもしなきゃいけなくなるし大変なっちゃう。もし特定したら訴えるよね確か。うん、普通にプライバシーの侵害、うん、透明な足跡をつける。あ、いいね、そういうのがまだないんだけど、うん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 、いいユーザーの証拠っすよ。そんなトップだったら変なやついっぱいいそうだよね。そんな、まあなんか、なんかたまにでも、うん、やっぱランクを見て、うん、あ、S 帯の方だったんですね、ごめんなさいって言って、あの、いなくなる方とか。何が、あの、なんかあの、怖いみたいな、 S 帯、S、S ランクちょっと近寄りにくい、王国みたいな感じだと思ってるから。まあ、なんかやっぱり S 帯ってやっぱりある程度のアイテム応援とかがやっぱり必要になってくるから、うん、なんかもう煽られるみたいなとか、はい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 、相手も応援しなきゃいけないとか、うん、ってやっぱ多分思ってる人も多いし、まあ、なんかやっぱきつい印象、うん、なんかあの、あ、相手も応援しない人に対しての、まあ、きつい対応になるとか、まあ、やっぱ直系じゃないけど、うん、ガツガツね、まあ、そういうやっぱりイメージもやっぱ多分あるから、まあ、なんかね、近寄りがたい感じで思う人もやっぱりいるかなって、はいはい、うん、確かにね、話聞かなかったらそう思うかも、うん、なんかシステムだけ知っててやりたいとか、そうそうそう、なんか申し訳なくなる、抜ける必要ないかもしれないけど、でもまあそんなことないもんね、うん、やばいよ、ね、やばい、やばい、うん、うん、まあ、お願いすることはたまにもしかしたらあるかもしれない、うん、まあ、イベントの時とか、まあ、そういう時とかはやっぱりちょっと、まあ、1個でもっとだけど、毎日さ、お前ら書馬代出せみたいな話でしょ、そういう毎日行ったらすごいよね、うん、まあ、そうやつ、うん、どうなんだろう、いるのかな、まあ、人、あとは人にもよるし、なんだろう、そういうちょっとまあ強い感じでいる人も多分やっぱいると思うし、あ、キャラとしてね、うん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 、確かに女王様とかウケそう、うん、そういうちょっとなんかあの、なんだろう、そう、それが楽しいっていうか、うん、もちろんそれが楽しいっていう前提でやってる、
ぱなくお金が降ってくるっていう、めちゃくちゃコンバランスになってるスパちゃん。へえ。それってちょっとがめつく見えるじゃん、うん、だけどそれをみんな面白がってるから、うんうんうん、何千万になったらしい。やばいよね。まあそっち方面も、まあ、確かにあるっちゃあるんだなって今聞いてて思った。あとはやっぱりそのアイテムでやっぱ演出があるから画面上に、そうなんかそれが画面が賑やかで楽しいって言ってくれる方もいる。動くんだね。うんうんうん。しなんかその私の場合だと結構歌ってる時に曲に合わせたアイテムとかを送ってくださる方が結構多くて、そうなんかなんかそのそれに合う、うん、なんか泡のようにみたいな歌詞の時に泡のこういう、何そのおしゃれなの何それ泡のアイテムとか、自分で思いつかんかね、だから歌詞を、うん、まあ、知った上でとか、うん、その曲のイメージとか、うん、MV を見て、 MV が例えばなんか海にいたから、はいはい、泡のこの曲は泡の演出みたいな感じでやってくださったりとか、曲に合ったなんか曲を、なんかおしゃれすぎる。普通に投げるよ、よくすごい。だからみんなも一緒に楽しみながら私も歌っててすごい気持ちよく歌えるし、見てる方とか、初見さんで来てくれた方とかも、なんか、あえてね、タイミングがすごいとか、あそこを見てくださってる方とかもいたりして、うん、いや、そんな発想なかったもん、あれ見て。いや、すごい、やっぱうん、なんかうまい、うん、アイテムの使い方がうまいし、それを見て自分もやりたいって思って参加してくれる方とか、はいはいはい、うん、あじゃあめっちゃ合わんとこで泡わーってなったりするんだ。泡ってなったり、うん、気持ちいい、うんうんうん、とかなんかそういうまた普通に小さいアイテムとかも、うん、でもなんかあったりとかするから、そういうのからでも一緒に楽しんで参加してくれたら嬉しいっていう感じでやってたり、うん、そう聞くと普通にスパチャより面白いかもね、そういうの、まあ、楽しみ方をはやっぱりそういろんな楽しみ方があるから、まあ、曲に合わせてこの曲を歌ってほしいって言って、でその、うん、この曲でこのアイテムが使いたかったとか、まあ、自分もリスナーとして他のライバーさんのところに行った時に、うん、この曲来てるからこのアイテムが出たりとか、はいはいはい、やっぱりなったりするから、まあ、そうやって楽しみながら、うん、楽しむ上でアイテム応援とかをやっぱり、してもらえたら一番理想的なのかなって思って。誰も楽しまない、うんうん、やってる側も気持ちいいし、やっぱね、ピタッとタイミングが合うと、もう、来たーってやっぱ、はい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 、上がるよ、来たーって、やっぱりなる、うん、うん、そう、うん、いろんな曲に合わせて。うん、スキーとかでスキーってアイテムがあったりするから一緒にスキーって言ってくれたり。でも別にその曲用じゃないんだよ、うん、そういうアイテム、うん、そういうアイテム、そう、いろいろと合わせて、うん、もう音系のアイテム、じゃあ運営さんは追加していただいて。あ、最近ペンライトとかも、あアイドル曲からペンライトとかもあるしから、なんか結構やっぱペンライトやっぱ、うん、使いやすいかなって。確かに、うん、し、なんかどの曲にもやっぱ合うから、うん、そういうの、まあ、ワンチャンバラードでもいける、うんうん、そうそう、きっとペンライトがあっても、うん、イベントの時はもうすごいじゃん、ペンライト、ペンライト画面いっぱいペンライト、あ、いっぱいじゃない、あ、そうそう、ならない、そう、そのアイテムを投げた瞬間にちょっと表示されて、
数が増えるんじゃない。そう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 、1個ずつ、そう1個ずつ、あれかな。でも最近なんかそのなんかコメントが流れてくみたいなアイテムが出て、うん、なんかニコニコっぽいなみたいな、わら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 っていうのが面白い。ありふれた希望の歌。あ、そうそうそう、挨拶されるわけないじゃん。挨拶されるわけなれないと。あ、でも、うん、あ、こういう、まあ、ボックス、うんうん、ボックス枠っていう、うん、無料で、まあ、一応無課金の方もいるから、そのなんだろう、配信を見てる中で、アイテムを使うコインを貯めていくことができる、それがボックスっていうので、その配信を、そのボックスを取っていく行く人のためのバッグみたいな感じで取られてるし、そう、やっぱ入りやすい。知らん人出たわ。これね。あーすげえ。ありすぎ、めちゃくちゃもうどんどん増えてってる。1000、あ、1000円ってこと。あ、そう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 、1000コイン。あ、これ一番馬車、馬車と宇宙と、まあ家のと同じぐらいのと思った。これを開けると1から10コインに、でもこれを開けるためにこの時間見るんだ。これを、あ、そうそう、これがまあ7分のタイマーがついてて、でただ1回のコメントにつき、あ、画面タッチするといい。でももう出ない、最初の1回だけ、最初の1回だけ。マジ怖え、このアプリ。こみんなちょっと初心者の方、俺と同じになると思うから、今は最初だけ。でもこのいいねも、うん、最初にコメントで、あの川って言って、うん、川コメントしないと、そう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 、コメントしないとタイマーが止まっちゃう仕組みになってる。でそのいいねをうまく使うのに、うん、川って言って画面タッチしていいね、かわいいねって続けてやったりとか、いろいろ。なるほどね。そうそうそう。先生、どうでしょうか。終わりました。来たはず、終わったはず。聞いてみますか。じゃあ聞いてみましょう。ポンいきます。そうだね、いきましょうか。あのいつもいつものいつものポンやります。ポン、いつものポン。じゃあ僕らちょっとあのスピーカーの前に行きましょう。はい、3人でスピーカーの前で聞きましょうね。てかまあ、このスピーカーの間に立つといい音で聞こえる。でセンターはミミちゃんで行きましょうね。はい、いきまーす。さあ、出してください。いきまーす、ドン。おお、まずイントロバカほどかっこいいね。イントロめっちゃどうでしょうか。最高です。どうでしょうか。どうでしょうか、さん。すごーい。すごい。いやー、よかったよかった。い
じゃあこれね、皆さんは多分ミックスされたバージョン聴けると思う、はい、そうですね、はい、まあね、あとまあ一応フルもね今後制作予定ということでございますので ね、 う、 でね、うん、ゆりちゃんのフルバージョンはこう期待と、はい、一応うちからはねワンコーラスバージョンそうですね、はい、いやお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。はい、お疲れ様でした。いやありがとうございました本当に。